匠さん、見習い忍者のスミレだよ。元の世界では修行のために町に出てきたんだけど、まさか別の世界に来ちゃうなんて。でも帰るまでの間は忍者の力でみんなの役に立つからね。ダメだよ主様、犬を飼うなんて。私犬が苦手なの知ってるでしょ。ならスミレが出ていけ。そんな、待って、主様。あれ、今の夢？私いつの間に寝てたの。そっか、任務で疲れたから寝ちゃってたんだ。こういうところで居眠りすると変な夢見ちゃうんだよね。こんな時ふかふかの布団で眠れたらな。そしたらいい夢見れるかもしれないのに。はあ、ぐっすり眠れました。あれ、ロベリアさん、どこ行ってたの？はい、隣の車両の寝室で仮眠をとっていたんです。ふかふかのベッドでとってもいい寝心地でした。ふかふかのベッド、ミストトレインにそんなものがあったなんて。じゃあ私も。あ、待ってください、今そこには。はあ、もう先客がいたみたい。パディントンさんがぐっすり眠ってた。ええ、あの調子だとなかなか起きそうにありませんね。そんな。この仕掛けどうやって作ったの？複雑すぎて全然突破できない。大丈夫にゃ、しっかりと目で追えば越えられるはずだにゃ。目で追う、でもこんなにたくさんの丸太一度に見切れるはずが。ここまで行けたのはマグルみたいなものだから、次やったらもっと悪い結果になるかも。どうしたのにゃ、なんだかいつになく後ろ向きだにゃ。私って才能ないのかなってそう思っちゃって。里での訓練はいつも難なく突破してたのに。意の中の蛙、大会を知らず。本当にすごい忍びは私の知らない世界にたくさんいて、そんな人たちには到底及ばないのかな。そんなに落ち込まなくてもいいにゃ。魔物との戦いを想定した訓練だから、別世界から来たスミレが苦戦するのも無理ないにゃ。日光さん、それに日光だってまだ完璧にこなせるわけじゃないにゃ。目標タイムにはまだ全然及ばないし、それに比べたら始めたばかりにしては上出来にゃ。そのスピードならきっとすぐクリアできるはずだにゃ。でも私同じところで何回もつまずいちゃうし、これが実践だったらきっと無事じゃ済まないよ。こんなんじゃ主様のこと守れないかも。元の世界に戻って成長した姿も見せたかったのに。もういつものスミレらしくないにゃ。こういう時はご飯でも食べて気分転換するにゃ。ご飯、
うん、そうだね。ありがとう、日光さん。スミレ、本当に大丈夫かにゃ。スミレ、一緒に食べてもいいにゃ。あ、日光さん、うん、いいよ。全然箸が進んでない。いつもの大食いはどうしちゃったにゃ。せっかくのきつねうどんが伸びちゃうにゃ。いらないならそのお揚げ、日光がもらっちゃうにゃ。じゃあ、あげる。冗談にゃ。まさか、ここまで深刻だったなんて。やっぱり、お師匠の訓練のことで悩んでるにゃ。うん。これまで私、自分のこと、里では一番の見習い忍者、なんて言ってたけど、そんなの思い上がりだって、思い知らされた気がして。そもそも私、日光さんみたいなエリートじゃないのに。絹川さんの訓練なんてできるわけないのに、無理ってやらせてもらって。それは違うにゃ。日光だって最初は失敗ばかりだったにゃ。え、そうなの？いや、最初はじゃなくて今もだにゃ。たまにドジやっちゃうし、月夜晩秋の試験だってギリギリで合格できたくらいだし。そうだったんだ。これまでずっと負けなしなんだと思ってた。ちょうどいいにゃ。ちょっと昔話に付き合ってほしいにゃ。あ、うん、いいよ。スミレは日光の能力について知ってるかにゃ。うん、確か武器に染みついた匂いを嗅ぎ分けられるっていう。そのせいで武器についた血の匂いがいつもプンプンして、だから武家の女に生まれたのに争い事が嫌になって訓練なんか全然しなかったにゃ。そんな日光を変えたのが軍神芝桜の英雄譚だったにゃ。芝桜？その人も忍者なの？そうにゃ。敵を倒すより人を助けることを優先する、そんな生き方に憧れて会ってみたいって思ったにゃ。もしかしてだから忍びになったの？そうだにゃ。いっぱい修行して月夜晩秋に入って、芝桜みたいにみんなを玄武から守るため戦ってるにゃ。そうだったんだ。それなんだか私も似たようなものかも。私も里にいた時は毎日修行ばっかりで、そんな毎日に嫌気がさしてて、でも主様に会って、あの人を守れるようにもっと強くなりたいって思うようになったの。芝桜さんに出会った日光さんみたいに。それにゃ、誰かを守りたいという気持ち、それは持って生まれた才能とか血筋なんかよりもずっと大事なものにゃ。その気持ちを忘れなければきっと強くなれるにゃ。特鉄隊にいるみんながそうしてるみたいに。うん、そうだよね。日光さん、ありがとう。なんだか私、大事なことを忘れてたみたい。もう一回、うん、成功するまで何度でもやらせて。私、主様のために絶対突破してみせるから。その意気にゃ、スミレ。日光も最後まで付き合うにゃ。そうと決まれば、まずは腹ごしらえだね。うじうじしてたらなんだかお腹空いちゃったみたい。でも、うどん伸びちゃったにゃ。
うん、でも美味しい。食べたらなんだか元気出てきたよ。これなら午後からの訓練も頑張れそう。スミレ、いつもの難所にゃ。平常心を保って周りをよく見るにゃ。うん、日光さん大丈夫大丈夫。何度も失敗したんだから体が覚えてる。今度こそ絶対に今はっ。あ、避けた。すごいにゃスミレ。そのまま行くにゃ。でもここで食い止めるにゃ。うん、芝桜さんみたいにとは言わないけど、みんなを守るために。やあ、スミレさん、なんだか動きが良くなってます。まるで別人になったみたいです。この動き、訓練でやったのと同じだ。丸太を避けるように魔物の攻撃を避けていけば出る。そうにゃ、落ち着いて目で追うこと。それを忘れなければ当たりはしないにゃ。日光さん、一緒に。承知したにゃ。お二人ともお疲れ様でした。まさかこんなに早く倒しちゃうなんて。当然にゃ。スミレと日光は修行で一皮むけたんだにゃ。ねえスミレ。うん、でもそれだけじゃないよ。日光さんのおかげで大切なことを思い出せたから。だからもう私は迷ったりしない。これからも大切な人やみんなを守るために戦うよ。おや、なんだかグーという音がしましたね。あ、それ私のお腹の音。せっかくかっこよく締めようとしたのに。ほっとしたらお腹空いちゃったかにゃ。ならうどんでも食べに行こうにゃ。今度は伸びてない出来たてほやほやをいただくにゃ。うどん、私もご一緒します。うん、それじゃみんなで食堂に全速前進だよ。